武州鉄道は、1924年から1938年に、かけて、埼玉県を拠点に、同県南埼玉郡綾瀬村の蓮田駅から同郡、岩月町を経て、同県北足立郡上根村の上根駅までの間で、運行されていた鉄道。1910年、南埼玉郡綾瀬村の政治家、飯野紀志郎及び岩月町と、綾瀬村の有志らに対し、鉄道員から、 不設免許がおり、中央系弁電気鉄道として設立された。翌1911年、動力を電気から蒸気に変更することとし、中央鉄道に社名変更した。当初は東京市街と日光を結ぶことを構想として表明しており、その計画は、北、千住を起点とし川口、岩月、去って、栗橋、古川を経て、日光へ至るという壮大なものであった。 なお、この時点では、現在の東武鉄道、日光線は未開通である。1912年に第1期線として、川口岩月間が認可され着工された。第1期線の起点は当初川口駅が予定されていたが、すでに駅前の開発が進んでいたため、廃止された国鉄の貨物線跡を活用して、乗り入れが可能な赤羽駅に変更された。しかし、 赤羽駅構内は手狭で貨物の積み下ろしができないという理由で貨物用の起点はわらび駅に変更し途中で分岐する計画へと変更された。1914年には第二期船として岩月橋田を市長官の認可を受けた。とはいえ先に着工していた第一期船は竣工期限までに工事が終わらず資金繰りのため第二期船も着工して先行して開業させることにした。 1919年、武州鉄道に社名変更し、1924年に、蓮田岩月間が開業した。この時に、中央鉄道設立時から1914年まで、役員として関わっていた、京成電鉄の創立者の一人、本田定次郎を社長に招聘した、有力出資者の多い蓮田より難進する形で、路線延長を重ねてきたが、神の駅から、 東京方面への接続路線がない状態では、利用客数が伸びるはずもなく、資金難により上ミネ難の土地の買収が進まない、悪循環に陥った。1927年になると、ホンダテ郎が社長を退き、稲電気鉄道取締役の山口永久郎が、社長に、伊原五ゴロベが、監査役に就任した。稲電気鉄道では電化して、 は田駅より勝負町まで延長する構想を持っていたが、山口は1931年に社長を退任してしまう。沿線の主要都市である岩月に総武鉄道が開通すると、価客の流れもそちらへ移り、結局赤羽方面への延伸はかなわず、1938年に全線が廃線となった。はす北へは、勝負に駅予定地を確保し、工事を行っていたが、 北信は実現しなかった。当初の構想であった日光へは、東武鉄道が1929年に到達している。なお、途中王子電気軌道の参加に入ったが、電化はされていない。王子電気軌道は、現在の都電荒川線並びに、王子駅赤羽終点の路面電車を運行していた会社であり、武州鉄道線が赤羽まで南下してくれば、これとの直通を構想していたらしい。 1936年12月31日、当時の運行形態を示す。1936年12月31日、当時の駅を示す。は田駅、ま駒め駅、川わ駅、岩月北口駅、岩月本通り駅、岩月駅新福寺駅、浮屋駅笹久保駅、武州の大駅、武州、大門駅加大門駅、雪江駅上み駅開業時は、機関車2両、客車3両、貨車4両、 ハスダ駅付近の廃線跡、奥が駅方面、天宇川に残されていた橋台、武州鉄道唯一の遺構であった。武州鉄道のハスダ駅は駐輪場となっている。駐輪場から先、公民館の裏手までは駐車場となっているが、すぐに住宅地に渦漏れてしまう。ハスダ市立ハスダ南小学校付近までは土地の形状から探ることができるが、その先は区画整理が行われた地区で、 線路の痕跡はない。埼玉市岩月区に入った馬込駅跡付近から、線路跡は道路となって現れ、人間総合科学大学蓮田キャンパスの東側で国道122号と交差する。直進して東北自動車道国道122号蓮田岩月バイパスと交差し、平林寺の川井幼稚園付近まで続く。その先、 線路跡は畑や住宅となっているが、畑と畑の境界線や土地の形状から容易に線路跡が判別できる。平林自公民間が線路跡に立っている住宅地に入った三行町、日の出町でも土地が道路の方向に合わない不自然な向きになっていることから線路跡が判別できる。東部の打線と交差し、清安寺の前を通過する。 埼玉県道2号埼玉春日部線との交差した、さきの家が岩月本通り駅跡である。岩月本通り駅から岩月駅跡までは住宅地に飲み込まれているが、土地の形状から容易に探ることができる。線路跡は埼玉市立岩月中学校の敷地を通過している。岩月駅跡は埼玉市立大田小学校付近である。線路跡は 東町2丁目交差点のすぐ西側で国道16号岩月かすかべバイパスと交差し浮き合わせ付近で埼玉県道324号加茂岩月線に飲み込まれるが埼玉市立城南小学校を過ぎた先で右手方向に分かれて行く。目白大学岩月キャンパスに入る道は武州鉄道の跡を利用したものである。目白大学から先は一直線に続く。土地の形状から 線路跡が容易に判別でき、一部は道路や駐車場になっている。埼玉県中古自動車販売商工組合の事務局付近を通過し、綾瀬川に至る地点まで線路跡がはっきりしているが、その先は区画整理地区に飲み込まれている。以前は電武川と交差する地点に橋台が残されていたが、浦和美園駅周辺の開発により2013年の時点で撤去されている。 埼玉スタジアム2002の西側から線路跡は東北自動車道となって神根まで至る。この付近では東北自動車道は武州鉄道の用地を利用して建設された。昭和50年代の終わり頃まで浮谷地区には掘割の路線跡が残されており、笹久保地区には土盛りの築地区跡,跡とともに数箇所の橋台が残されていた。しかし全線に渡り線路を残した。 廃線跡は海無であった。宇喜や地区の廃線跡は、現在の目白大学に埋もれている。武州大門駅上根駅間は、東北自動車道と国道122号の用地として、大部分が転用された。岩月区なんか、荒井の坂や、種屋の倉庫として、宇喜や駅の倉庫が使われていた。現在は閉業している。東部の打線の岩月駅とは別の駅当初は、 平用軌道を走る電車として申請していたが後に、専用軌道を走る電気鉄道に変更し社名も、中央電気軌道から、中央軽便電気鉄道に変更時明治43年、イタリ明治45年ナンバーワン0、関西役改選就任登記済み届け、第10問、施設鉄道及び、軌道、3、軽便鉄道、部州鉄道、営業廃止、対象元年対象5年、 岩月市通史編、1985年、1027から1028ページホンダは、地元住役と対立があったというハット、人事更新録。旧版、地方鉄道機動営業年間、飯山実、武州鉄道について、浦和市市研究ナンバーに、179ページ、京弁鉄道免許状カフ、官方1910年11月11日、板橋の醤油製造業者、 登場鉄道発起人ナンバー3、発起人追加及び企業目論見書変更の件13ページ、第10問、施設鉄道及び、軌道、3、軽便鉄道、武州鉄道明治43年に至り明治45年、ナンバー5、会社設立届、第10問、施設鉄道及び、軌道、3、軽便鉄道、武州鉄道明治43年に至り明治45年、 日本全国諸外者役員6、第20期、京弁鉄道免許場、府フ、官報1913年9月13日、地方鉄道運輸開始、官九1924年10月25日、都市ナンバー22、田中臨時停車場設置の件。大十問、地方鉄道及び、軌道、2、地方鉄道、部州鉄道、 営業廃止。対象10年対象15年。鉄道免許上過負。官報1928年2月翌日地方鉄道運輸開始。官報1929年1月18日。AB。鉄道免許取り消し。鉄道免許執行。官報1935年6月3日。鉄道企業廃止。官報1938年9月3日。鉄道運輸営業廃止実施。 官九1938年9月29日、ナンバーワン7、岩月は田間運輸営業開始の件8ページ、第十問地方鉄道及び、軌道、2、地方鉄道、武州鉄道、営業廃止、対象10年対象15年、宇佐三宮鉄道へ、機関車上との件、第十問地方鉄道及び、軌道、2、地方鉄道、武州鉄道、 営業廃止、対象10年対象15年手続き上は1928年譲り受けとなっている。ナンバー5、機関車譲り受け仕様の県1928年1月、ナンバー1例、機関車竣工の件通帳、第1問、監督、2、地方鉄道、武州鉄道、営業廃止、昭和2年昭和6年、東北本線沿線に失われた私鉄の接続駅を、 尋ねる。三、ハスタ、ブシュ鉄道ソノスリー112から113ページ。沢内和ずてる。南海の二軸、客車。鉄道ピクトリアルナンバー835ハットの14。車両譲り受けの件、第十問、地方鉄道及び、軌道。二、地方鉄道、ブ州シュ鉄道、営業廃止。対象10年対象15年ナンバー29。北総鉄道に客車譲渡の件、第十問、 地方鉄道及び、軌道、2、地方鉄道、部州鉄道、営業廃止、対象10年対象15年春工図4ページ、ナンバー9、車両譲り受けの件、第10問、地方鉄道及び、軌道、2、地方鉄道、部州鉄道、営業廃止、対象10年対象15年ナンバー1例、貨車譲り受けの件、第10問、地方鉄道及び、軌道、2、 地方鉄道、部州鉄道、営業廃止、対象10年対象15年、ありがとうございます。